守備はどうかな。通信先が消失しているところを見ると、助手は作戦行動中のようだが。はい、騒ぎにもなっていませんし、今のところ順調かと。うん、なかなか手際がいい。ええ、私も少し驚きました。あの人がここまでデジモンプログラムを使いこなしているなんて。いや、君のことだよ、上白優子さん。え？社内見学の手配といい、所持への対応が正確で素早い。よほど手慣れているように見える。君は一体何者だ？そう言われても、私は私です。他の何者でもありません。うん、まだ何か。ああ、これはやられた。今のは。まずい事態になりそうだ。どうやら会話が盗聴されているらしい。おそらく現実世界の君のデジバイスに盗聴プログラムが仕掛けられているのだろう。もう少し早く気づくべきだったが、特殊な周波数帯を使ったかなり巧妙な細工だ。相手は相当のやり手だ。盗聴、そんな。不本意ではあるが、ここは早々に引かせてもらおう。勇気ある撤退というやつだ。急がば回れ。この種の作戦は地道に焦らずが基本とすべき精神だよ。でもまだあの人が中に。うん、作戦の中止を伝えることは難しそうだな。何、私の助手だ。自分で何とかするはずさ。そんな。他人の心配をしている場合じゃない。君もここは引き下がりたまえ。私は助手の透明人間化の効果が失われるのを待つ。脱出時足跡を消すなりごまかすなりのことなら外からも可能だろう。とにかくこれ以上の会話は危険だ。通信を切らせてもらう。あいつも人使いあれよな。おい、やめとけって。チッ、つーか意味あんのかよ、見張りなんてよ。だよな、天下の神城様のセキュリティがそう簡単に抜けられるわけねえっしょ。ビビりすぎだっつー話。現れたり、てめえどっから湧いて出た。なんだよこいつ、マジで侵入者。ここ天下の神城様だぜ。何者だてめえ。つーか、こいつどうするよ。どうするって、そりゃ始末するしかねえじゃん、ね、お前たちここで何をしている。ゆ
こんなとこに。死ぬかい。お前たち、神城の社員 ID を偽装しているのか。いや、権限が付与されているだと。神城の人間が呼び込んだ。誰だ、誰がお前たちをここへ。さあねえ、答える義務とか僕らにありますかね。ねえ、ザクソンの誇りを汚すというのか。チャリース、皆さんお揃いで。出た、シンゲンさんの悪魔も知る。出よう、出よう、出た。イエース、 I am CBK。 イエース。どうもお疲れ様です、ユーゴさん。こんなところで会うなんて奇遇ですね。奇遇すぎて逆にロックですね。あー、伝わる？このフィーリング。お前まで一体どうなっている。さあ、どういうことかな。どういうことだろうね。逆にどういうことだと思います。つーか、ホワイ、あんたはどうしてここにいるわけ。つーか、あれはいいわけ。すげえ、だんまりですか。そうですか、まあそうですよね。言えるわけないよね、ゆうごちゃん。オッケー。そんなことよりですよ、こないだはずいぶんお世話になったっけな。あは、あん時のお礼にさ、コテンパンに乗してやっからさ。お前らおとなしく俺っちのデク人形になっちゃえば。オーケー、イエッハHa ha ha!
ごはく、え、ちょ、マーク、なにこれ、え、このデジモン弱っ。ロックじゃねえな、お遊びにもならねえじゃん。つーか、ワッツ、今日はなんだか、喉の調子が、悪い意味だぞ、ですし、伝わる？このバッドフィーリング。イエス、オフコース！んじゃ、そういうことで。君も早く逃げろ。周辺エリアのセキュリティは僕が解除してある。今のうちなら安全に脱出できるはずだ。繋がったな。作戦は中止だ。直ちに撤退したまえ。ほう、調査資料を見つけたか。ではなおさら急いで脱出だ。我々の作戦は敵に筒抜けだった。どのような妨害があるかわからない。くれぐれも用心しなさい。敵も去るものだな。盗聴を仕掛けた人物に心当たりは？まあいいさ。欲しかったデータは手に入った。結果オーライというやつだな。さて、戦利品の中身を確認してみるとしよう。その資料の中には上城による違法な企業買収の詳細が記録されているはずだ。ナイルコープの件もしっかり記載されていますね。あった、山科誠についても調査資料が残っている。そうそう、確かこの男がナイルコープの主任研究員だった。職人かたぎで研究一筋って感じの男だ。それが今では職を変え、かつて自分のいた会社を買収した上城の名前すら知らないと主張している。ん？どうした、京ちゃん。おお、これは興味深い。ナイルコープには山科誠の他にもう一人主任研究員がいたようだ。末堂明美。は、そういえばそんな奴がいた気がするな。人間嫌いで人前に姿を現さなかったからほとんど印象がないが、しかしこいつは何者なんだ。私も詳しく知っているわけではありませんが、末堂明美はエデンネットワークの基礎を築いた人物の一人だと言われています。エデンを？こいつは？スエドが主に研究していたのは精神のデータ化、エデンの仮想現実サービスの根幹をなすアバターシステムはほとんど彼の独力で実現したようなものだそうです。しかしまさかナイルコープに身を置いていたなんて。うん、なあ京ちゃん、この件一旦俺に預けてくれないか。ずっと心残りだったんだ。もう一度徹底的に洗い直したい。俺たちのやり方で。本職の刑事さんがそう言うのなら拒む理由はありませんよ。すまんな、この資料借りてくよ。存分にどうぞ、父によろしく。うん、じゃあまたな。というわけだ。本職の刑事さんの手で調査は続行される。構わないかよ。無論我々も調査に協力していくつもりではあるが。あ、では
失礼します。ふん、それぞれに引きこもごも、思うところありといった様相だな。君もご苦労だった。今回の調査は探偵家業の中でも刺激的な部類に入る。心身ともに疲労したはずだ。一休みしたまえ。うん、いい心意気だと言いたいところだが、休めるうちに休んでおくのも仕事のうちなのだよ。それこそ事件は待ってくれない。休みたくても休めない状況に陥る可能性は常にある。だから隙間があれば休息を取る、いざという時のために。特進がいかないか。よほど元気が有り余っているようだ。よろしいならば仕事を与えよう。君にしかできない特別な任務だ。初歩的な推理だよ。しかし実験台とは心外だな。私としてはねぎらっているつもりだったのだが。ふん。では今回は君の好みに合わせてみようか。そうだな、まずはイクラとウニ、どちらがいい？ちなみに私のおすすめは両方だ。あとおでんを添えてみようと思うのだが、具の選定については君に一任するよ。さあ何がいい？ちくわかはんぺんか大根か牛すじか。この際全部持ってみるのはどうだ。